とある、おっさんの VRMMO 活動機は、シーナ・ホワホワによる日本のライトノベル。イラストは、山田が担当している。アルファポリスより2014年1月から、刊行されている。もともとは2013年1月7日に、小説家になろうで連載を開始した作品。第6回アルファポリスファンタジー小説大賞読者賞、受賞作。なお、小説家になろう版は、 書籍化に伴うダイジェスト化が一時行われていたが、2016年に小説家になろうがダイジェスト版の掲載を原則禁止する姿勢を打ち出したため、本作も小説家になろうへの掲載を取りやめている。2014年6月からは、アルファポリスのウェブサイト上で六道集載による漫画版の連載が開始しているほか、2016年には本作をモデルとした MMORPG、 ワンモアフリーライフオンラインがサービスを開始している。2021年3月時点で、電子版を含めた、累計発行部数は127万部を突破している。一般ユーザー向けのバーチャルリアリティゲームが発表され、第一弾といえる新型 VRMMO、ワンモアフリーライフオンラインその世界で、アースという名の,の青年として自由気ままに活動する、普通のゲーム好き会社員。 田中大地の活動機。不遇スキルと敬遠される弓、蹴りに魔法や生産色まで幅広く手を出し、最強を目指さず、バーチャル世界の一期一会を楽しむオンリーワンな、ソロプレイ。戦場の料理人、妖精たらしなど数々の称号をシステムに付加され、理不尽な人災に見舞われるも、それもまた楽しみの一つと毎日仕事を終えた後の、 余暇活動で、もう一つの人生で、アースは、のんびり彼だけの波動を歩む。VR システムの使用上の関係から、一般的なオンラインゲームでよくある。本来の性別とは逆のアバターによるプレイは、不可能となっている。6AU1 モアの出資者にして、正式な持ち主。世界最大の資産家たちであり、彼らの動向一つで世界が動くと言われている。 ワンモアフリーライフオンラインというゲームを隠れみのに、もう一つの世界の構築を依頼した理由は、まさにそれで、現実世界の動向に煩わされることなく楽しむ、ことのできる世界を欲したのが理由。開発を依頼されたチームに対しては、成功報酬として、冗談抜きに3台遊んで暮らせる金額が約束されている。本名は明かされておらず、各人は、 あだ名と役職名で語られている。一般的なゲームで言う NPC だが、ゲームシステムのバージョンアップに伴い一人一人が人格とも言える感情を備えていく。プレイヤーと違って一度完全に死亡してしまうと、蘇生はできない。そのため完全に死亡する前に、専用の蘇生薬を使用することで、救命は可能。妖精国過去には多種族に戦争を仕掛けたことも、 あったが、現在は芸術が奨励されているなど戦いから遠道くなっている。そのため一部の人族と契約して戦いや外の世界を学ぶイベント、妖精たちの舞踏会が開催されている。竜の国ドラゴン族と並んで強い力を持つ竜族の国。力の制御を成し遂げて立つととなり他種族との交流を持った。短命でも400年は生きるなど、 非常に強靭な生命力を誇るが、その反面、種族が本来持つ、竜としての力は大部分が封印されている。解き放てるようになるための方法が竜人と戦う、試練、竜の儀であり、竜族なら二回、他種族なら三回だけ受けられる。立人が受ける際には見極め役たる竜人の、分身相手に戦い、最後まで、両の足で立っていられなければ、合格とは認められない。 合格して、龍となった者は龍に変化できるようになり、最低でも50年にわたる修行を課せられるが人化した際には、種族的特徴である龍の核を隠せるようになる。他種族の場合は常時発動する龍の力の加護を得る。また、それ以外にも、王領の儀、総領の儀といった試練が存在する。ドラゴン公国兄弟が力を誇るドラゴン族の国。しかし、 多種族と基本的な力が違いすぎて、接触、交流は限定的なものに止めている。一部のドラゴンは人科の術を使えるが、術で化けているだけなので戦闘力は低下していない上、何かを装備すると術が溶けてしまう。ドラゴンの鱗や骨は加工すると非常に優れた武器防具となる。ドラゴンの種類によって長所のスキルも異なる。 エルフの森ダークエルフの谷獣人連合様々な動物の衣装と能力を持つアジンたちの根性国家。各部族から選ばれた代表者による合議制。基本的には脳筋が多いのが特徴で、日常の喧嘩やカレーなどのうまい料理の奪い合いで大バトル大会になる。魔王領地底世界、ゲヘナクロス教国人族を市場とする宗教国家。 あちこちの種族に干渉しつつ力を蓄えて、妖精国に攻め入るが、プレイヤーのみならず、各種族の義勇兵が加わった、妖精国との戦いに敗れる。特に多くの子を奪われたドラゴン広告の恨みは深く、本拠地が発覚した際には、怒れるドラゴンによって、完全に滅ぼされた。木工、炭や薬剤、料理などで、武器や防具、サポートアイテムを、自らの手で生産。 制作しているほか、作中で手に入れた一品ものもある。なお、アースは弓制作に関しては普通に作る分には評価8まで行くことができる。アースのメイン武器。高度の異なる木材、金属を組み合わせた結合型の弓や目的に合わせた矢印を組み込んだ矢を生産している。サブ武器。ありがとうございます。